え？痩せヶ岳ってなんか緑の高原ってイメージあるけど、山登るとそんな怖いの？こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、また告知で申し訳ないんですけれども、私がAmazon の Kindle 出版からまた小説を出しましたというお知らせなんですけれども、今回私が出しました小説は、一応シリーズものなんですね。マニアの方だけがね、知ってくれている、小説なんですけれども、タイトルが GPS 君とボーイスカートガールの第4巻、副題でね、こんなに怖いの？八ヶ岳縦走編ってついてます。この GPS 君とボーイスカートガールシリーズをご存じない方のために簡単に説明しますと、GPS とか登山アプリに頼って山を登る初心者村山さんと、元ボーイスカートで低山はいっぱい行ったことあるベテランなんですけれども、高山はあんまり行ったことのないミレイちゃん、この2人のデコボココンビが、いろんなね、苦難を克服しながら練習して、高い山に登っていくっていうお話なんですけれども、実はこれね、1巻と2巻がセットで、北アルプス縦走に向けて、北アルプスに行くのが2巻、その前段で練習するのが1巻っていう風になっています。で、3巻4巻も同じような構成でして、八ヶ岳に行くために練習するのが3巻、そして今回出した4巻でいよいよ八ヶ岳に縦走に行くよっていうお話なんです。今回はね、ハウトゥーというよりはね、八ヶ岳縦走、八ヶ岳ってどんなところなの、初心者の方ね、北アルプスより怖いの、優しいのっていうようなね、そういう疑問を抱えている方に見ていただけたら結構楽しんでもらえるかなっていう内容です。いつものように目次を出して説明しますと、こんな感じ。こんなに怖いの？八ヶ岳縦走編って書いてありますよね。まず最初はね、観音平ってところから北上して彼らは登り始めるわけですけれども、到着したらまだ暗いんですね。そこでね、ヘッドライトの立ち位置、ね、ヘッドライトの立ち位置って何でしょうね、とかね、遠い飲み屋と恋人同士のラブランコなんていうところも出てきます。ラブランコに関してはですね、先日コミュニティのところでこんなイラストを出して、でこのラブランコの名前は何でしょうっていうようなクイズを出したんですけれども、正解はもちろんラブランコが一番多かったんですけれども、その次に多かったのがね、ケントメリーのブランコでした。同世代の方見ててくださるなと思ってね、すごく嬉しかったです。それから権現岳と恐怖の源氏梯子、ね、皆さん行ったことありますか？源氏梯子っていうね、ものすごいおっかない梯子があるんですよ。私も行ったんですけれどね、もう下が見えない、落差20メーターぐらいのところをね、ほぼ垂直に降りる梯子なんですけれどね、この2人はここを無事乗り切れるのか。それから貸切状態のキレット小屋と天白女性、ね、キレット小屋ってところは山小屋で2人はそこに泊まるんですけれども、天白女性がちょっと絡んでくるぞ、なんだこんな人出てくるのかっていうような話。そしていよいよ最高峰赤岳に登るわけですけれども、恐怖の赤岳南側斜面、ね、赤岳南側から登ったことありますか？怖いんですよ。ね、岩岩でね、私なんかもう本当にビビりながら登ってました。そして穏やかな稜線と硫黄岳山荘での再会、実はね、これはもうややうちわネタに近いことになってしまうんですけれども、この小説と並行してこのミレイちゃんの若かりし頃を描いたミレイのヤングスカート黄金時代っていう小説もあるんですね。で、その中に主人公で小太郎くんっていう子が出てくるんですけれども、この小太郎くんが大人になって出てきます。ここで硫黄岳山荘で働いています。さあ、ミレイちゃんと再会してどんな話をするんでしょうか。
そしてね、最後は赤岳高専に無事着くわけですけれども、最後の章がステーキと最後の夜のサプライズ、ね、無事ステーキ食べられるんでしょうかね、お風呂入れるんでしょうかね。そもそもこの2人はね、このステーキとね、あの温泉目当てでここの山を決めたっていうね、ところの軽薄なところから始まってるんですけれども、最後の夜のサプライズ、サプライズって感じでしょうね。はい、こういう感じの小説なんですけれども、まあ、あのちょっと前々からね、あの8月に第4巻が出るよって、あの GPS 君とボーイスカウトガールの、あの続編が出ますよっていうような告知をね、あのちょっとインスタとか あちこちでちょこちょこと小出しにしていましたら、あのやっぱりね、あの3巻を読んでくださる方がちょっと増えてですね、3巻の、 あの既読ページ数がね少しずつ増えてきたのがね、すごいありがたいことでした。ありがとうございます。私が Amazon Kindle から出版しました GPS 君とボーイスカウトガール第4巻、こんなに怖いの？安ヶ岳重装編は、1冊380円でお求めになります。 Kindle Unlimited に入ってらっしゃる方は無料でお読みになります。今年はね、もうね、ほぼ2週間猛暑日が続いてますんで、もうその間ね、ほとんど山行けなくて、まあとりあえずウォーキングとか筋トレばっかりしてるんですけれども、その、まあ、停滞期にね、一生懸命描いてね、イラストも描きましたんでね、どうかあの山好きな方、あの八ヶ岳、あ、行ったことあるな、あ、こういうのあったなってこう懐かしんでくださる方、あの読んでいただけたら幸いです。それではね、今週あたりからね、まだちょっと天気ぐずついてね、曇り空なんだけど、それでもなんか湿気は強くて温度は高くて体にきついよって日続きますけれどね、皆さんどうぞね、体調を気をつけてお過ごしください。それではまた、ハウトゥー動画かバイク動画か山登り動画かキャンプ動画でお会いしましょう。さよなら。